うまそう。こんにちは、ケイシです。ボートです。今回なんですけれども、はい、久々の、うん、あるキャッツ、ある方とコラボをさせていただくということで、久々っすね。もう、まあ、ちょっとさし最初呼んで、ちょっとお話ししていきましょうか。はい、じゃあ、お願いします。はい、キャンタマ。読み方が雑。読み方が雑よ。お久しぶりです。お久しぶりです。皆さん、お久しぶりです。出張料理人のミッさんです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、あの今回はミッちゃんとコラボということなんで、はい、何持ってきてくれたんですか。いやいやいや、今日はね、リクエストいただいたから、あんこうが食べたいって。あんこを持ってきましたよ。すごいすごいね。まるまるでしょ、だってこれはどのぐらいの重さ、大きさ3キロぐらい。3キロ、うん、でも小さい方だね。そうなんだ。そう、10キロ15キロとかもあるから、節減で史上初じゃない多分。雪中、雪の上であんこを下ろすとしてキャンプするキャンプでね。最高だ。頭悪いですね。頭悪いですね。じゃあこれを即断でやっていきましょう。はい、うん、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、その前にも乾杯しましょうか。あ、そうだ ね、うん、乾杯しましょう。やるやるやる。ではではやりましょう。やってみましょうか。けんおげおげおげ。お願いします。お願いします。それでは2024年もよろしくお願いします。お願いします。今日は雪中キャンプ楽しんでいきましょう。キャバイキャバイ。シミ渡るぜ。掘り起こした雪から。ねえ、雪も大きいんだよね。今日だって9時半に出て、うん、6時半に着いたんだっけ。そうだね。6時半で7時ぐらい。7時か。しみるよ。しみるよね。それはしみるよ ね。今回はあの新潟県十日町市の、うん、そうだね、雪原学者さんにお邪魔しているんですけど、めっちゃいい ね。めちゃくちゃいい、うん、そう、初めて来たんだけどね。そう視聴者さんのマッサンっていう方がいるんですけど、うん、コーヒーのマッサンね。そうそう、コーヒーのマッサンが教えてくれて、うん、で今回じゃあ行ってみようっていうことでね。でめっちゃいいから、めちゃくちゃいい。校舎をリノベして、でここ今俺らがいるのは校庭なんだよ、多分ね。そうだよね。校庭で酒飲んでますよ。背徳確かに。ではまあね、ぜひちょっと概要欄に貼ってあるんで、うん、チェックしてみてください。で学校感めっちゃ残ってていいよね。中はなんだっけ、コテージっていうか部屋になってるんだよね。ゲストハウス、ゲストハウスです。これ見せてもらったけどすげえ綺麗だったよ ね。お腹減りました。そうだね。だねエコノミー症候群だこれ。そうだね。ガンガンやっていきましょう。じゃあやっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日すごい、うん、しゃあ髪の毛結ばないと。チャレンジだな髪。もうだって去年の5月のオールキャンパスが来てないからね。うん、横だけしか。うん、今日 VIO かろう。VIO はやりたい。やろう。ブラジリアンワックス持ってきたから。いけやつじゃん。狩るんじゃない。根こそぎいくやつ。まずは何から。まずは暗渠本図からいきましょう。いしょい。まずだってお腹減ってるもんね。腹減ったよ。もう間違えてペヤング超盛り食べちゃったけど。急に食ってたね、うん、あれ超盛りだったの。うん、そう、今ちょっと太んなきゃいけないからね。ああ、なるほどね、うん、俺と山本君マッチョだからもう。もうマッチョなんで。もうマッチョ。めっちゃ筋肉質だもんね。山本君部がいいよね、その分ね。そうだね、ついてるから、ね、うん、めちゃくちゃもう来年の今頃にはもうね。やば、俺もやろ。35年バルクしてたから。長えな。バルク期が、バルク期が長い。俺ら逆三角形やってみっちゃん三角形になっちゃって。やっていきましょう。まずは1品目、はい、ちょっとさっと食べれるあん肝ポン酢から。イエイ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 。大好きだよ。朝仕込んできました、うん、ありがとうございます。朝仕込んできた。昨日の夜仕込むつもりだったけど寝ちゃってて。うんうんうん。なんで？いろいろあんだよ。朝仕込？朝仕込。朝仕込。朝仕込むと書いてね。朝仕込む。今日もう
今の下ネタじゃないよね、うん、そうだよ。昨日俺と大和コンプライアンス研修ね、うん、しっかり受けたんで終わったばっかなんで、じゃあ安心だ、そう、じゃあ安心だ、安心安全、安心安全の、うん、曇りなき眼で、あーなるほどね、いきますよ、こういう感じの、アメちゃんで、ウィニーウィニーウィニーキャンディーキャンディー、これを仕込んでいきます。はい、はい、では、はい、アンキュボいかせていただきます。はい、撮影の裏側ですね。んおお、こういう感じです。なるほど、すごい、こういう感じですね。そのちっちゃい方チュパチュパしてるだけでもなんかね、あ、これ日本酒進んじゃいそうなこれで、うわ、あ、それごと切るんだ。そう、うん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 、なんでそれごと切るの。形が崩れないから。へえ、ちょっと贅沢にいっちゃうか。うん、これ口に入れると溶けるやつ。いや、これはね、あーでも温度で溶けると思うよ。へー、今冷たいからあれだけど、うん、ほいほいほい、これをこう、あーら、すごい、そんな簡単に剥けるんだ見たことあるでしょ、これある。うん、もう作り方は分かんないけど、ね、これね、簡単、蒸すだけ。へー、もうそのまま蒸すだけなの。そう、血抜きして、うん、あのアルミホイルで巻いて、うん、アルミホイルにちょっと穴開けて蒸すだけ。そうなんだ、うん、なんかあの鮮度がいいあん肝だとすごい柔らかいですよね。うん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 、うん、あ、それはね、多分ね、油が多いやつだと思う。あ、そうなんだ、また違うんだ。あん肝ってこれ色違うじゃん、うんうんうん、オレンジのところが油なのよ。あ、そうなんだ。で、この白いところはまあ油が少なめのやつ、うん、へえ、なるほどね、逆なんだね、お肉と。あ、そうだね。なんか蒸し方にはなんかコツみたいなのは。いや、もう全然普通にもう蒸すだけ、うん、へえ、すげえ、うまそう。すごいね、こうやってみっちゃんがいつも作ってきてくれるから美味しく食べられるわけですよ、我々は。2本目感謝ですね。感謝感謝まだ食べてない。美味しい美味しい。炎上炎上炎上するぞ。全然知らない、うん。せっかくだから全然。炎上できるだけの実力がないから。そんなことないでしょ。もうダメですよ。全部いっちゃっていいの？え？うん。通風？通風ハンマッシグラだね。鍋用は鍋用取ってあるから。あ。なるほど。鍋用は火入れずに生で。うわ、嘘でしょ。そんな心配りまでできるようになったんですか。朝しこで、朝しこで。みちゃん、今年の抱負とかあるんですか2024。今年の抱負はまあご縁を伸ばしたいよね。ああ、みっちゃんのね、ブランドのご縁、うん、素敵だね、この見えないけどね見えないけど見えない、うん、素敵なシェラカップ。シェラカップの他に、シラカップの方が、まあ、まな板、フライパン、うん、あと、もうすぐトングが出るかな。トング、トングがどんな形状の。あの、15g 軽っ。そう、あとに出しますよ。はい、これで、うんうん、そして、ほんわかめとかあるんだけど、ネギで。俺ら毎晩使ってるわかめ酒のわかめならあるけど、てめえの、うん、てめえの見てくれればすぐだ、うん、てめえわかめ、これを刻んで、うん、見えるか見えるか、きたー、すごいよね、これが。このグローブしてやりにくくない。このグローブは大丈夫だね、ピチッとしてるから。うーん、たまにグローブごと切っちゃうのね。ああ、そう、あるね、最初はそうだと思う。あ、みっちゃんですよ。うん、あのステーキにやけに焦げ目ついてるなと思ったら、うん、全部グローブで切ったね。そう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 、それはやばいね。あのユッケ作った時ね。あ、それはやばい、ね、やけに喉に絡まるなと思ったらちょっと待った。大事件が発生して、大事件発生して、こっちの納めといたんで、うん、ちょっとね、わかめかなんかがあればいいんだけど、うん、今日はちょっとわかめないから、うん、万能だけで、うん、これでもね、全然うまそう。青が入るといいんですよ。うん、そうだね、うんうんうん、これで
構の層をかけていくと、はい、見てるだけで見てるだけで吸えちゃう。うまっうまっ、あの肝目で食べた。もういいじゃん。ダメダメダメ。こんな感じですね。うまそう。これアンダーさん、アンキモ超好きだね。あ、そうなんだ。発狂するよ、発狂するよ今日すごいよ、アンキモ。リボン。うわー、もうそっくりで、アンキモポーズ完成です。よいしょ。さあ、じゃあ食べましょう。いただきます。いただきます。こういうシャットで、あ、これ行っちゃっていいですか。俺も食べたい。俺も食べたい。違う、俺も食べたい。じゃあ、そこじゃない、そこじゃない。忙しいな。いただきます。いただきます。贅沢だよ。くぅ。みんなでつっつく量だよね。確かに。居酒屋で。居酒屋の一人前だね。ね、うん。いただきます。いいです。何これ、何これ。わかんない。これはビールだよ、これは。うめぇ、うまっ。濃厚だ ね朝仕込んだだけあるね。朝仕込んだだけある。今のは仕込んだじゃないもんね。そうそうそう、仕込んだあれだもん、うん、そう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 。そのあん肝自体は、うん、その蒸して、うん、蒸して早く食べた方がいいとかはないんだ。置いた方がいいとかあるの？うん、いや、全然、うん、そんなにね、うん、別にうめ、大丈夫、全然そういうのない、うんうん、ポン酢もみちゃん作ったの？ポン酢は市販？じゃみんな作れるじゃん、これもう全然作れる、うんうん、蜜柑？蜜柑え、これは？ミツチン？ミツキャン？ミツキャン？怒られろ？そろそろ。ちょっと待って。昨日だよね、受けたの。コンプライアンス。いや、うまいわ。ね、うまいね。やっぱ新鮮だから臭みがないんですか？うんうん。そうだろうね。うんうん、どこさんなんですか、これは？六本木？パリビアン。今日青森。青森。どこが名産とかあるんですか？茨城は有名だね。あ、そうなんだ。海ないのに？海あるじゃん。全然あるよ、海。大洗の方が。あ、そうなんだ。どこと勘違いじゃん。ここカットで。自分で編集するんだよ。茨城の役所の人と仲いいんだから、俺。怒られちゃうよ。あ、そっか。千葉のこの辺にニョキって出てんの？千葉の上だね。そうだよね。うん、房総半島？違う、ニョキ出てんのは千葉。千葉、はい、それの上が茨城。あ、そうなんだ、うん、位置関係完全に群馬だと思ってたわ。群馬ら辺だと思ってた。あ、茨城が。そう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 。あ、そういうことね、うん、やっぱ栃木、茨城じゃね。あ、なるほどね、うん、すごい怒られるよ。それぞれの人に申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。全部カットで。よいしょー。もっと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 、ぐわー、ういー、うわ、すっごいさ。いつ取れたんですか、これ。これは、昨日市場で買ってきたから、うん、だから昨日の早朝じゃないかな。すごい。こんなぺったんこになるんだ ね。意外とぺったんこなの、あんこって。ちょうちんあるの、これは。ちょうちんはこれですよ、これ。これをこう動かして、うん、ここに食いついてくるこの これね、うん、これルアーですよ。これ島の？これはね、島の疑似餌。うん、へえ。動かしたやつを、うん、来たらパコーンっつって。すごいな。吸い込むんだよね。そうそうそう、こういう口大きいやつらって。パコーンってグワーなるほど。そう、これ目だね。え、これ光はしないの？これ光んのかな。光んないんじゃない。でも白いから、うん、あの USB だって。 USB-C USB-C なの。 USB-C か。そう、これ疑似餌にして食うんだ。そうそう、すごい、ね、すごい、うん、これが15キロとかなの。あ、そんな大きくなるの？やば。3キロはまあちっちゃい方だ、ね、ちなみにお値段はキロ？これでもね、びっくりすると思うけど、いくらだと思う？え、あんこ、キロ、キロ、
キロか3キロでしょ。1200円。これで4500円。5000円。うん、6000円。おお、キロ2000円。うん、正解。当たっちゃった。大体キロ2000円だね。あ、そうなんだ、うん、へえ。相場がそんなにでも高くないんじゃないか。うん、15キロって言ったら相当だね。そう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 。30万？いやいやいや、3万でしょ。3万か。へえ、そう、すごい。一応ね、あんこは10キロからがうまいって言われてるんだけど、うん、あ、そうなんだ。そう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 。ただね、さすがにここで10キロのやつを確かにね。ちょっと大変だから。しかももったいないしね。そうそうそう。今日は3キロのやつ。しかもほぼほぼ食えるんでしょ。そう、全部食べれる。うん、じゃあみんな1人1キロぐらい。そうだね。うわ。言うたらね。まあ、口の部分はね、これはもう口がほら骨がこんなにね。こう、ね、いい？いい、大丈夫。気をつけて。あ、すごい。そうそうそう。ちょっと内側向いててこう動くようになってるから。ああ、なるほどなるほど。そう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 。ここで捕まえたものを逃さないね。そう、そう、こうはいけない。うん、ちょっとみーちゃんチンポコ入れてみ。取れない。それは大変よ。てか入んねえしこれ。え？こんなにこんなにこんな入んねえよ。早くさばいてみやろ。誰だよ。じゃあんこの、ごめん、これだけ言わして、うん、これだけ言わして、あんこのすごい可愛いところがあるのよ。うん、可愛いところだけ見せていい？はい、俺好きなのね。この内側のこのヒレ可愛くない？これ。あんよ。あんよ。これ可愛いじゃん。可愛い。そうなんだ。そう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 。これ魚の下にある下ビレっていうの？そうだね。この横のこれじゃなくて下のこれだ。これなんかね、犬猫みたいな感じの肉球的な。可愛い。可愛いねこれ。へえ。さばき方はもう全然違う、普通の魚とは。違うね。やってみましょう。うん、ちゃんとみっちゃんが朝しこしてくれてるから綺麗になっちゃってる。そうですね。一応ね、水洗いはできないからさ。うん、まずあんこうね、難しそうに見えて、うん、実は技術は必要なくて、あの関節で外していくっていう作業なんですよ。そうなんだ。ヒレを。うんうん。うんうんうん、落ちて。へえ。なんかよく吊るし切りとかするじゃないですか。ああ、吊るし切りするね。うん、こうブヨブヨブだからね。うん、吊るし切りの方がやりやすいんだけど、まあこれぐらいのサイズだったら吊るし切りしなくても全然問題ないかな。これはこれで置いとくと。これも。これもと。あとは皮をひんむいていくんですよ。皮をひんむいていく。口元で。レバーに変えたのは理由があるんですか？やっぱ骨は切るからね。あ、なるほどね。骨を刺さないといけないんだ。そうそうそう。でもあのあんこうの骨はすごい柔らかくて、うん、切りやすい。ほとんど軟骨みたいな感じ。そうなんだ。感じの軟骨じゃないんだけど、軟骨みたいな感じの骨だから。うんうん。すごい。この皮も食べれるんですもんね。皮がうまいね、あんこう。プリプリで。すごい。タコスクリニック言わないですよ、松さん。どういうこと？どういうこと？上のクリニックか。皮がね。うん。おお。おお。膜が。膜が。そうなんですよ。そんな綺麗に切れるなら僕らのもお願いしますね。どっちかといえばフグに似てるかな。ね、形も。うん、フグっぽい形してましたよね。この辺とかもフグっぽいじゃん。でもそんなにフグみたいに筋肉質ではないですか？そうだね、うんうんうん、フグはもう筋肉隆々だからね、うん、多分週3で通ってるよ、ジム。ゴールドジム？ゴールドジム週3、常連。常連さんだ、うん、あ、そうやってやってくんだ。すごい、簡単ってやるのもこれ絶対無理だな、うん、滑っちゃって。よいしょ。今日も包丁研いできてるんだ。今日研いできました。うわ。いい音してる。よいしょ。うわ。すごい。よいしょ。
鱗がね、うん、鱗がない魚だから、よいしょ、なるほど、そう、こんな感じで皮を取ると、はいはいはい、うまそう。で、それ取っとく、そう、これまた後しよう、これで今スポンポンになった状態、これです、ちょっと綺麗に皮を取っとく、そうだね、すごい、尻尾のもう先端の方まで皮が、ね、そう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 、尻尾が取れちゃうから先にヒレを取ったの、なるほどね、うん、あのヒレのところはほら皮つっついてた方がいいから、うんうん、でここの、え、下顎、下顎ね、うんうん、ここを外していくと、むずそう、包丁が止まったところで関節になるから、うん、そこでこう切ってあげれば、できる人って簡単そうに言うんだよな。いいだけなんだけど、すげえ、コラーゲンがすごそう、ね、ブルンブルン、お、え、ちょっと、ちょっと、すごっ、すごいしか言ってないです。見ないもんね、あんこすごい、うん、初めて見る、うわ、すごい、うわ、しかもこれまな板じゃないんですよ、皆さん。ねえ、発泡スチロールの上で引っ張って、それ何、これが下顎で、うんうん、ちょっとこれ一回ちょっと外して、はい、ここにエラが入ってるんですよ、エラが、うん、こんなとこにいるんだ、そう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 、あのね、あのさっき取ったヒレあるじゃん、うん、あの脇の下にあの、うんうん、通気口っていうのかな、うんうん、最初に取ったやつ、そう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 、あれがあって、これが、これがエラだね、エラ、うんうんうん、これが赤いやつ、うん、これは今日はちょっと食べないんで、うん、エラも食べるのかな、食べる人は、ブリのエラとか食べる人もいるもんね、あ、そうなんだ、食えるんだあれ、そう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 、すげえ、こんななっちゃったよ、これがエラ、うーん、5分ばかりでこんななっちゃいましたよ、ねえ、ここはちょっと食べれそうだからちょっと取っとこうか、このね、プリプリしたところがめちゃくちゃうまい、うん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 、うまそう、すげえな、おい、うわ、尻取っていく、これがエラ、これがエラ、うんうんうん、あ、エラにくっついてるやつもそう食べれるんだね、これがエラで、うん、これはちょっと今日は食べない、うん、はい、のみちゃんの枕に入れていい耳だよ、これはちょっと後でカットしようか、はい、うん、すげえ、早っ、早いね、ね、多分これ1時間以上かかりそう、そんなかかんないんじゃない、これは何の部分ですか、これはね、なんつったんやろな、上顎、下顎の筋肉なのかな、へぇ、これはもう、そう、ここは横隔膜だね、人間で言うと、なるほどね、ハラミ、すごい、もうこんな綺麗になっちゃった、そうですよ、ここが身の部分、うん、身の部分ですね、あとはまな板の上でいこうかな、あ、そう、あ、すごいね、綺麗に、全部そんな綺麗に、そうそう、上手ですね、うん、職業なんすか、職業 YouTuber だよ、嘘だろ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 、久々に言ったぜ、散々やってきたね、ご自身のブランド名なんですか、ブランド名、うん、ご縁です、ありがとうございます、ありがとうございます、この包丁もみっちゃんの新しいやつでしょ、そう、これ今試作品なんだけど、へぇ、ペリー、そう、ペティ、ペティ、本当は和包丁にしたかったんだけど、うん、なかなか使いこなせないだろうなと思って、うん、確かに手入れも大変だしね、そうそうそう、ペティにして、で、ここは、うん、ウォールナット、うんうん、で、サヤもつけようかなっていう、うんうん、すごい使いやすそうだね、このぐらいの大きさが、ここもらって、これが一番使いやすい、15センチだけど、うん、欲しい、めちゃくちゃ切れるよ、買います、
あれです。じゃあこれでまな板の方にいたします。はい。おお、お願いします。お願いします。ふわ。マンゴーは、うん、縦おろしですよ。縦おろし。だから吊るしてやるとやりやすい。あ、そうだね。うん。すごいプリプリだね。うん。なんかあんまりよくわかんないけど鮮度がすごくいいことだけはなんか伝わってくる。これその日取れたやつは、うん、昆布締めにすると、うん、めちゃくちゃうまい。そうなんだ。これいけるかな。いけなくもないけどね。こんばんの？ん？昆布締めちょっとやってみる。刺身も食える。そう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 。そういうこと？うん、へえ。キャコと言ってますね、うん、ちょっと1枚ずつぐらい食べてみようか。うん、食べてみたい、せっかくだから。うん、あ、さらにそう、また部位が分かれていくんだ、策として。そうだね。で、これでこれを、わお、はいはいはい、これも、もしかしてそのまま。これは鍋ですね。うわ、骨からも出汁が出るんですよ。出汁が出ると。でんでん、うわ、こっちもちょっと、すごいよく見たことある柵の形ですね、お魚の、うん、そうだね。早いな仕事がねえ。すんごいヌルヌルしてるからやりづらい気がするんだけどな、ね、腕か、でか、まな板かな、まな板か、会話だね、食材との。出ました、うんうんうん、この辺で切っといて。ブリブリだ。刺身これペティの出番ですね。刺身の時はね、この三皮がついてるから、うん、三皮、そう、ちょっと、おー、包丁でやった今。すごい。ちょっと硬いんですよ、刺身で食う。うんうん。なるほどね。じゃあなるべく食べやすい部分だけ、そうそうそう、抽出していく。そう、磨いて。磨きっていうんだ。そう。その先へ。その先へ行くと。うん、何割か分かんないもんね。確かにね、これだいぶ磨いてるでしょ。これはだいぶ磨いたね、うん、これで、うわ、先生、あ、上手、上手い、上手い、出た、上手い、うまそう、うまそう、うまそうだ、なんかやっぱ水っぽいからさ、深海魚だから、うんうんうん、だから昆布締めにするとその水っぽさがちょっとこう、なるほどね、はいはい、昆布に浸透圧かなんかに逃げていくんですか。昆布ってほら乾燥してるじゃない、うんうん、あ、単純に、そう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 、それで、うん、乾燥してるから昆布が水分を吸って、うん、で昆布の旨みが移っていくっていう、へー、あ、それだけの飲めちまうやつだ。飲めちめえ、飲めちめえよ。ちょっとやばい、よいしょ、お世話を軽く塩して、うん、出水をすると、うんうん、楽しみ、
この答えが美味しいかどうかちょっとあれかもしれないけど、昆布締めはめちゃくちゃ美味しかった。昔一回食べた時、上手い上手い上手い。真剣な眼差しです、これでちょっとしばらく置いておきます。はい、で、雪中だからその辺置いておけば冷たいと。あ、なるほどね。なるほど。で、いいよね、どこでも冷蔵庫なのよ。どこでも冷蔵庫。どこでも冷蔵庫。じゃ続きまして、この横隔膜の部分ですね。ハラミ、ハラミ、ハラミちゃん食感がまたいいんですよ。そういうコリコリ。そうだね、まあでもあの肉みたいなコリコリ感はないんだけど、ちょっとこう歯ごたえがある部分だね。これも鍋で、これも鍋ですね。またこの骨から外してチュパチュパするのがいいんだよね。そう、あんこね、ちょっと奥に、かわいい部分だね、これ。かわいい部分、かわいい部分。あんこ自体出汁も結構出るんですか。そう、淡白だけどね。淡白な味だけど、出汁は出るね。あんこ独特の香りがね。そうだね。あん肝も入れるんですか。あん肝はもう後でもうすごいの来るから。いや、また。さっきあんな食べたからもうないんじゃねえ。ねえ、すごいの来るから。怖い怖い怖い。もうなんかつま先うずいてきてるから寒いからか、寒いからだ、ね、寒いから、寒いから早くない。次頭ですね。頭、麺もまだある。麺もまだあるんだけど、すギョい、ここのギョイギョイっす。ここは脳みそなんだけど、ギョイギョイっす、ギョイギョイっす。この脳みそは臭みになるから取っちゃう。そうなんだ。そうそうそう。その髄の部分はこう出汁が出る。そうだね。骨とか、こっちから。どう、まあ魚独特のあの臭みが、そう。やっぱね、どうしてもね、脳みそは臭みが出るよね。食感もあんまり良くないし。基本的には取っちゃうね。なるほど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 、すごい。あっちゅう間にここのね、鍋の中にやる。お店よ、お店。お、おめめは？めめね、取っちゃうんですよ。はい。でも基本的には食べないかな。難しそう。そんなに難しくないんだけどね。普通の魚さばくのですらもういっぱいいっぱいなんで。普通の魚ってさ、なんかちゃんとおろさないとダメじゃん。綺麗に。これもそう見えます。あんこはね、割とね、雑でも大丈夫。むっちゃん的にさばきにくい魚ってなんだ。長いやつ、タチウオとか。そうなんだ。タチウオは難しい。やっぱ経験積まないと。妥協点がわからない。リュウグウの使いは。リュウグウの使いはあれ水っぽいからな。あ、水っぽいんだ。そうそうそう。いいね、なんか料理番組みたい。久々だなこれ。うわ、そうだね、本当に久々だね。ねえ、そうだよね。みっちゃんもう俺らと連絡取ってくんないからね。忙しい。そうだよ。何ですか。こちらこそですよ。事務所が違うからあいつらは。いやあ、みっちゃんどっか所属したんでしたっけ。あ、ちょっと、はい、所属させてもらって。あ、みっちゃんのね、厨房がすごいことになってますよ。ねえ、厨房。新しいキッチンと。どこのですかこれ。これはキャンプギーク、キャンプギークさんが、しっかりしてるご提供いただいて、そしてこっちはね、もう温めてますからね。こっち出しとんの。これはね、あのこの
あんこうを湯に一回通してぬめりを完全に落とす、うん、なるほどね、下茹でっていう感じ。そうだね、まあ、霜降りっていうんだけど。あ、それを霜降りっていうんだ。そう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 、ほんでほんで、まあ、カットしていく感じですよね。これ何用？これも鍋。これも鍋だね。基本はもう全部鍋と唐揚げかな。さっきすごいことも気づいちゃったんですけど、はい、言っていいですか？何でしょう？逆に何だと思います？俺らのキャンプなのに、すごいこと気づいちゃった。すごいこと気づいた。山田君気づいた。気づいたと。なんだなんだ。俺らのキャンプなのに、うん、俺だけヒルズ来てない。あ、違う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 。乾杯からお酒を飲んでないですよ。確かに。確かに。多分ね、運転で疲れたのかもしれない。盛り返していかないとね。そうだ ね、こっからね。腹減ってるのもあるけどね。今日なんか節原学者さんから、うん、そういただいたお酒もいただいてるんで。松の井うまいもんな。ちょっと特別本醸造ね。新潟来ると必ず誰かをね、お酒くれるから本当にもう感謝しかないですね。新潟に足向けて寝れないですよ。感謝感謝。にわかの知識でちょっと恥ずかしながらやる、恥ずかしがりながらやるのやめてくれる。こっちが恥ずかしくなるから。じゃあなんか飲む？あ、そうだ、今日、うん、いいもん持ってきたのいっぱい。え、うん、なんだなんだ。チェイスチェイサー、チェイサーもいっぱい持ってきたんだ。チェイサーある。うん、もう飲み放題。チェイサー飲み放題。チェイサー飲み放題。ありがたいです。我々のキャンプなのにね。よいしょ。うわっ、大きい声でした。キャンパイヘイジました。ありがとうございます。ねー、じゃーじゃー、最新バッチなんでめちゃくちゃ美味しく仕上がってます、うん、今回めちゃくちゃうまいね。うん、めちゃくちゃ美味しい、うん、あ、そう。じゃあ僕ら飲んでるんで、うん、僕も飲みたいじゃん。もうすぐ包丁終わるから。終わる、うん、あと皮だけだ。あと皮だけ。ほな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 ほいよ、落とす。キャンパイヘッジ、キャンパイ、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。積み慣れた我が家に。よいしょ。あともう一回いきます。キャンプイ。結構角度欲しかった。うまっ。僕うまいよね。うまい。毎回あい社長味がいるから。しかも勝手に勝手に。まあね、いい方向に転んでるからね。そうだね、俺ら嬉しいけど、うん、うまい、うまいよな。というわけで、そんなこんなで、あんこ、はい、あんなに大きかったのがこんなになりました。よいしょ。よいしょ。じゃあこれを熱湯にくぐらして、うん、ぬめりと臭みを取っていきます。はい、霜降り。はい、霜降りですね。ちょっとあの氷がないから。おいおいおい、あそこからほじくってたぜ。あそこから下の方取ったから。本当大丈夫？下の方取ったから大丈夫でしょ。まあ昔みっちゃんが維新の付け根をやってたね。雪でガシャガシャやって、うん、あの麺を茹でて、まあうまかったよね。あれ、めちゃうまかったよね。一番うまかったね。めっちゃうまかったね。雪でガシャガシャしたやつ、うんうん、あ、もう始まってる。始まってます。あ、そんな一瞬なんだね。そうそうそう、表面に火が入れば。すごい、急に魚の匂いがしてきた。うん、確かに。あ、でもすごい量だ。ぐーわ、あの大きさでね。ちっちゃいサイズって言ったけど、こんなに食える場所ね。そう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 。霜降り、霜降り、霜降ってますね。あー、いい香りするね。うん、急にさ、香り確かにする、ね。うんうん、これで臭みを取っていく。そうだね。うーわ、すごいよ、料亭やん。誰だよ。俺だよ。ここどこだよ。
雪山だよ学校だよが正解だった学校だよ雪原学者さんだよ結構行こう結構行こうあれはあそこでやりたいね屋上でやりたいね伊豆に言いたいことがあるなーにー上のクリニックに行けエビシェラボウボウお前もなーって言うでしょ一番最後こっからお前もなーだからどんどん引いていくんだよねズームからそうだ俺今考えたらだいぶズームだねねえ下からだって撮ってたもんね300ミリとかあんのかなねえ全部これは唐揚げだろうが、そう鍋だろうが霜降り。霜降りです、ね。なんで霜降りっていうんですかね。ちょっと白くなるから。そうじゃない？このねピンツクのエッチなピンツク色のやつがこういう感じで霜降ると白くなる。真っ白になるんだね。うわ。この湯がいたこの白はもう使わない。使わない。へえ。お出汁出てそうだけど。臭みがね。すごいんだ。うん氷取ってます下の方からね下の方から頼むよ、うん、はい ありがとうございますいいね、いいね新鮮な雪中キャンプはこれだからやめらんないわ、うん、もうこの中暑くなってんのまだ暑くないなんかめちゃくちゃ圧雪してて、うんキャタピラで踏み固められたところじゃない？大丈夫？キャタピラのところは覗いた。乾かした？うん。掘ってね。うん。昨日大雪だったからね。ね。そのせいで俺ら。えらい時間かかって。えらい時間かかったよ。エコノミー症候群になっちゃって。ケツが2つに割れたもんね。ね。本当だよ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 。なかなか2つに割れないからね。うん、誰だよ。俺だよ腹減った今日ね貸し切りでやらせてもらってるからねそうたまたま ねちょっと遅い時間になっちゃったけどうん、うん、ちょっと喋れるね確かに、うん、あれ何時10時半ぐらいじゃない10時半ぐらい10時半今あん肝のみっすきちいつもそう工程で飲み工程でね立ち飲みしてるとねえ工程で立ち飲みってなかなかない確かに貴重な経験ですね、うん、でここ本当に今度家族で、うん、家族全然来れるよ、うん、行き遊びで すごいその校舎の中もさうん、今廃校になってる、うん、3年前に廃校そう3年前だって廃校になったっていう割には中もすごい綺麗で、うん、ね、うん、設備もすごいねトイレ超綺麗ね、うん、だし手洗うところあんじゃん、うん、水洗い場、うん、あの小学校のあのままが残っててかつお湯が出るんだよねそうあれいいよ ねめっちゃよかったあの感じいいよ ねで蛇口綺麗だしそうあれ最高でシャワーもあるしねうんしかもウォシュレットあります優しい一番キャンプ場ででかいそうだね我らあのウォシュレットあるしねどんなにいいキャンプ場でも、うん、ウォシュレットあるかないかで結構 ね星2つ3つ変わるもんねここは多分ウォシュレッターだけしか分からないトイレ綺麗っていうのだけでもねいいね本当にそう、うん、シャワー室もめちゃくちゃ綺麗だったよへえ明日見に行こう、うん、ギリギリに来たからねまだ俺ら見てないからそうまたスタッフさんたちもすごいねすごい気さくでねめちゃくちゃ面白い人だったね、うん、はいじゃあ野菜切ってきます、はい、お願いしますちょっとね時間も時間なんでうんサクサクいきますよはいはいみーちゃんビールあるあまだあるよ大丈夫ありがとうみーちゃんあ根本がある俺まだあるえおいなんかなくなっちゃった早いな雨じゃんよキャンパーヘイジ酔っ払うんだよなうん
まず日本酒もね、そうそうそう、あるから味噌ベースですから今日は、はい、味噌ベース日本酒は合いますよ。いや、いいですね、ありがてえ、ありがとうございます、節電学さん、ありがとうございます。いやー、ここ人気出るぞ出るぞ出るぞ、人気出るぞだよ、出るぞだよ、出るぞ、知ってる？知らない。地元のパチンコ屋。出なそう。そうなると出なそう。ね、怒られるぞ。でもどんどん潰れてってるから。ねえ。もう大手ね。そうだね。大変だよね。お、え？あ、まずここに盛り付けていきながら。そうそう、いきながら切っていくか。うん、おお、高さ出していく。これ雪降ってる時に被るやつじゃない？お侍さんが。あ、これ。うん。そっちね。これね。野立マグっていう。野立マグ。会津若松のね。うん、うん、うん。海行きたいね。あ、おちょこもね、すごいよね。そう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 。あ、ちょっと腰が痛くて無理だ。マッチョ。いいよ。よいしょ。今日はね、シンプル、シンプルです。はい。はい、シンプルイズベストですね。はい。うん。おぉ。所作がいいよね、やっぱ。ね。綺麗。包丁もね、一緒になんか、生活してるもんね、包丁と。ね。ラッパーで言ったらマイクだもんね。まあまあそうだね。いつの間にか握っただよ。それか握ってるもん。MIC だよ。冬はね、セリがうまいんですよ。セリ。いいね。まずセリがね、味噌と合うんですよ。はあ。あ、そうやってやれば長さも全部均等にできる。そうだね。いや、まさかね。まさかね。トントントンしないんかい。トントントンしないんかい。トントンしないね。セリと。ね、えのきですよ。はい。おお。キノコ類の旨味は欲しいよね、鍋に。うん。今日はどこで買い出ししたんですか？近所で。近所で。はい。あ、こうやってやるんだ。そうするのが分かりやすい。うん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 。バラけちゃうから。うん。うん。一口サイズに割いていくと。綺麗だね。光ファイバーできそうじゃん。確かに。料亭の鍋でこう出てくる感じのね。お野菜の盛り方が。美味しそう。あとは、うん、今日はね、ちょっと下仁田ネギを用意しました。おお。下仁田、はいはい、ネギってなんですか？あの下仁田で作ってるネギで、うん、太いんだよね、太くて短いのは。短いの。確かにね。日本人。太くて短いね。ですね。太くもないか。これ甘みがあって柔らかくて美味しいんです。こんなに可愛いやつがあるんだ。そう、これでもちっちゃい方だね、下仁田ネギの中で。これ持ってきたんですか。これ持ってきました、ね。さすが埼玉。そうだっけ。下仁田って埼玉じゃないっけ。下仁田は埼玉じゃないんじゃん。本当ごめんなさい、ちょっとわかんないけど。群馬、群馬、こういう群馬だ。赤城高原で買って帰るもん、いつも。あ、買って帰るよね、うん、そうだ。お土産何がいいって聞くと、うんうん、野菜買ってこいって言われる。めっちゃ詰まってるんだ。で、ネギってこの芯のところが甘いんだよね。うん、うまそう。すごっ。そう、芯のところが甘いんですよ。あとは春菊です。春菊、おお、そういえば春菊です。ちなみに春菊は、うん、春は春菊で、うん、秋は菊菜っていう、名前言い方が変わるんで。なるほど。あ、名前が変わるんだ、同じものでも。そう、同じ、全く同じなんだけど、春は春菊は、春の菊で書いて、うん、春菊、うん、で、菊のナッパのな、うん、が秋。へえ。じゃあすき焼きに入れる春菊
って俺らが通称で呼んでるのも、うん、菊菜の時がある。菊菜の時があるってこと。そうそう、秋にやったら菊菜だね。へえ。あ、でも春菊が主流だけどね。大豆ってなんで大豆って呼ばれるようになったか知ってます？え、それは知らないぞ。何か知ってます？大豆、ちっちゃい豆で小豆でしょ。うん、大きな豆で大豆。なんで分かんない。分かんないかい。いつもそう。この間も前もさ、うん、なんか外で食べると3割増しっていうなんか、うん、研究結果あるんですよって言ってさ、めちゃくちゃ信じてたらさ、何週間後にさ、いやあれ嘘ですみたいなあった。すごい、うまそう。盛るまでもそうです。計算してるんでしょこれ。ね、まあそうですね。あと今日はせっかくだと5種類ぐらいできたら面白いけど。確かにアフタヌーンティーみたいになってね。今日はえ、なんでこれ。くず切りですね。くず切り、はい、マロニーちゃん。マロニーの本物。あ、うーん、そうなんだ。本物のくず切りって言うんだ。くず切りって何なんですか。くずってくず餅のくずとかあるじゃん。うんうんうん。あれってあの根っこのでんぷんなんだけど、はい、それをあの乾燥させたやつなんだけどね。へー、食感がもうあらかじめ家からつけてきてくれる。そうそう、水につけないといけなくて、マロニーを水につけなくてそのまま入れていいんだけど、うんうん、くず切りは一回水に戻さないとダメで、これがねマロニーを食べてたら、うん、驚くぐらい違いがあると思う。へー、くず兄ちゃん。今のはダメよ。ご褒美。ご褒美。やっぱり。連帯責任。連帯責任。優しいな。一旦お腹減ったから唐揚げ行こう。唐揚げ行きましょう。いいんですか親方。唐揚げ行きましょう一回。今入れてるのが油ですね。健康を考えて米油です。なんだか悪くない。これをちょっと温めてる間に、はい、あんこうに味付けしていきます、うん、はい、まずは酒ですね。酒、キャンパイジ入れる。キャンパイ、あ、キャンパイジ入れてもうまく癖になったらしいじゃない。ちょっと今日はね、濃い口、これ薄口でもいいんじゃないね。うーん、関原。それはたまりだから。たまり醤油。たまり醤油って何なんですか。じゃあたまり醤油はね、濃い口よりもっと濃いんだけど、うん、塩分濃度でいうと、うん、一番低い。あ、そうなんだ。薄口が一番あるでしょ。一番ある。だから照りが出るんだ。そう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 。くわ、会話してる。山本くんだったらこのモミモミしながら飲んでるからね。あう。ちょっとやらしてもらってもいいですかね。あ、すごい。もみながら飲んじゃう。これもみ飲みです。もみ飲みだ。あ、これが噂のもみの、もむの。どうですか味は。いい味。いい味。うん、これあげていくよ。これあげていくよ。愛の共同作業だ。ギュッと、もうちょっと少なくした方がいいかもしれない。包み込めるぐらいで絞って、うん、あ、そうそうそう、包み込むように。あ、いいね、いいね。あ、冷たい。あ、いいね、いいね。すごい冷たい。みっちゃん頑張ってたね。いつもそう。いつもそう。冬場いつもそう。はい、はい、家に行ってください。よし、今日タープでやんなくてよかったね。タープ死んでたね。ねよしよし。あ、どこか上手だね。やっぱ食材温度だもんな。あんこは特にね。あ、特になんだ。低い温度じゃないと。やっぱ深海魚ってあんまり強くないからさ。うんうん。よし。普通の魚となんか感触が違う。全然違う。弾力があるし。そうそうそう。はいよ。あーだっす。鶏肉触ってるみたいな見た目だからさ、うん、山本くんはペロッて、もう見ちゃってそうだけど、そわそわしちゃうもんね。確かにね、確かにね。おい、大丈夫か。これを、うん、やっつけるって外して、揉まなくていい。揉まなくて大丈夫です。
って上げてく、上げていく、キャンスパイ、キャンスパイ、キャンスパイ、うめえな。飲む？新しいの飲む？まだ大丈夫。酔っ払っちゃうから。酔っ払っちゃうから。もう酔っ払ってるから。だいぶ酔っ払ってるのよ。酔っ払ってんだよ。酔っ払ってんだよ。それでは揚げていきます。油の温度どうだった？温度だけ測らせていただいて。はい。温度計あんの？割り箸使うんだよ、きっと。割り箸でね、こう泡が出たらっていうのが大体通常なんですけど、じゃあそれだと、確かじゃないんで。板前風で。180度だな。おかしな話ですよ。じゃあ、入れていきます。はい。うまそう。もう、唐揚げだね、鶏の。そう、あ、そうだね。確かに、確かめがもうね、それを。うわー、うわー、うまそう。この映像からスタートしたら、あ、今日は唐揚げとハイボールかなって確かに確かになっちゃう。うーん、うわー、おわおわおわお。それつけてるのはこれね、今小麦粉なんだけど、本当は片栗粉がやった。あー、片栗粉忘れちゃった、ごめんなさい。片栗粉と小麦粉でどういう感じで揚がり方が違う？片栗粉って水分をこう出すのだけど、サクッと上がるんだよね。で小麦粉はグルテンがあるから水分を出さない代わりにちょっとこう周りがサクッていうよりかはなんつうんだろう、ぬちゃはいかないんだけど、ジュワみたいな。わかるわかるわかる。じゃあ竜田揚げみたいなやつがカリカリした片栗粉。あ、そう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 。だから片栗粉は水分が出ちゃう代わりに旨味も出ちゃう。小麦粉は旨味は出ないんだけど、サクッというのがちょっと片栗粉によりは少ない。はい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 。詳しいね。職業聞いてみますか。3回行く？今日3回行く？職業？YouTuber だよ。何度も言わせるな。キャリーオンの出張料理人のミクさんです。よろしくお願いします。やばいやばいやばい。いやー、いい匂い、うまそう。もう酒と醤油濃い口、今回はそうだね。いいんだ。薄口がある時は薄口だけで大丈夫。へえ。あ、でもタコの唐揚げ前作ってくれた時もね、そうだそうだ、薄口だけでモイモイしてバカうまかったもんな、あれ。今回はちょっと塩分が濃い口で酒も入ってるから少ないから、ちょっとね、多分食べる時塩をこうお好みでつけてもらおうかなと思って。大将、お願いしますよ、教えてください、方々。今年は行きましょうよ、また出張料理人が生まれた町に。行きたいね。黒浜崎キャンプ場、リベンジホタルイカ、ね、やったね。行こう行こう、ホタルイカすくい行くぞって言って、うまそうです。知らないやん。で、上がってきましたよ。うわー、もう鶏からだもん。また、アンツコウだよ。アンツコウだよね。アンツコウですよ。え、あ、うまそう。鶏からやん。この口の鶏からだもん。チューリップ？チューリップ。うまそう。キャンプですよ。キャンプですよ。雪中ですよ。確かにね。下雪ですよ。学校ですよ。学校ですよ。学校受けんね。学校で酒飲んで唐揚げあげてね。ね。夢のようだよ。こんなことがしたかったっつって、ね。室伏先生もびっくりだよ。俺らしか知らない。菅尾先生もね。菅尾先生も。激しく。医師の先生もびっくり。いや、びっくりびっくり。知らん。俺の担任。恩師。若槻先生もね。若槻先生もね、今もう握りしめちゃってるもん。
医師の先生が俺を板前のうちに引き入れたからね。あ、そうなんだ。そうなんだ。じゃあ恩師だ。本当に恩師だね。本当に恩師。と、うんうん、いうわけで唐揚げできました。はいよー、見してください。うわー。こっち食べていきましょう。食べていきましょう。うまぴょーん。いいっす。いただきます。いただきます。じゃあお待たせしました。よいしょやっとだね。何時？今11時40分ぐらい。2時33分。33分。11時33分の揚げ物配得です。通りで疲れてるわけですね。本格系。でこれちょっとあの下味程度に味がついてるんだけど、うん、まあ一回このまま食べてもらって、はい、でちょ足りなければこっちの塩、うん、こうお好みで塩まで食べてもらって。雪塩？雪塩？うんとね。平賀前だね、奄美の高知のお塩でございます。地高の、はい、海洋深層水からできたやつですね。海洋深層水ね。海洋深層水高知の OC で、はい、いただきます。めちゃありがとうございます。お願いします。あ、ちなみにこれあのね、うん、一応部分があって、うん、これがあのさっきのあの釜の部分ね。あー、ここ、はいはいはい、うん、骨付き分けてんだ。そう。あ、すごっ。これが身。よくわかるね。身。身。うん。これはあれだね、横隔膜。横隔膜。あ、食感、うん。そうそうそう。これも横隔膜。これ身。うわ。あ、すごい、ちゃんとみんな食べれるように分けてくれてるんだ。そうそうそう、分けた。これもこれ横隔膜か。なんでそれ見ただけで分かるんですか。経験？経験人数の差だって。そんな多くねえけど。子供見てっから。いただきます。身からいただこうか。そうだね、身から食べた方がいいよね。いただきます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 。ふわふわじゃないですか。いやー、うめー。でもやっぱちょっと塩足んないね。あ、本当にそのまあ、うん、全然これでも美味しいけど、うん、その計算が本当に合ってるね。うん、ちょっと小麦粉感がちゃんとあるから、うんうん、これにつけたらどうなっちゃうんですか。ちょっと、いや、これをちょっと振った方が美味しいですよ。先生、お願いします。はい、よ、あ、いや、もっと、もうちょいね。あ、いやいや、あ、いいね、いいね、いいね。いやいや、いいね、いいね。うまい。しまった。しまった。うまいな。今冷蔵庫から出しました。冷蔵庫いっぱいある。冷蔵庫。それではみっちゃん。本日も、はい、寒い中、冷たいものをたくさん触って、おいしい料理、ありがとうございます。ありがとうございます。みっちゃんに感謝を込めて、キャペッ、キャペッ。ゲモンにはビールですよ。うん、まっ、うまいっすよ。これだ。これがね、これですよ。めっ、これいっちゃっていいですか。あ、俺も行きたいです。俺これね、また食感と旨味のあれが全然違うから、うん、キャマ、うん、キャマ。これはちょんちょんした方がいい。あ、これもちょんちょんした方がいいかもね、うんうん、さっきのって感じだと、うん、ちょいちょい。いや、塩とね、醤油だと、うん、塩分のあれが違うからね、うんうんうん、あれって何？塩分の感じ方が違うからガーンくるのか、そうそうそう、ジュワーってくるのか、そう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 、 うーん、全然違う。やらっけー、ケンタッキーやん。ケンタッキーね、うん、あのあんこだよね。あんこだね。キムタクのあれじゃん。いや、マジでうまい。うん、軟骨というか、この全然ここも食える。うん。うん、そうそうそう。あのね、深海魚って基本的にコツコショウショウショウなんだよね。え、うん、これってコツコショウショウなんだよね。コツソソウショウ。あ、コツコス。え、コツ。骨粗しょう症。骨粗しょう症。骨粗しょう症。うん。そうそうそう。あの、骨の。しょうしょうしょう。辛いんだ。そうそう。うん。なんかそれじゃないと、あの、水圧に耐えられないらしい。
あ、そうなんだ。だからみんな骨やるから新カレー。うめえっす。めちゃうまいね。おいおい。なんだよ。何でもないです。おい、やれよ。やれよ。まだ早いから。もう11半。時間は遅い。時間は遅い。でも今日はね、あの貸し切りでやるんです。ありがとうございます。ありがとうございます。たまたまね、予約が入ってなかったみたいで。ね、よかったね。よかったよかった。次は横隔膜です。横隔膜、ハラミの部分。はい、ここまた食感が違う。食感。はい。ぜひ。いただきます。指でいきます。よいしょ。うわ。キス。これも全部食える。全部食える。お骨なしです。あ、うまそう。いただきます。うわ。ケンタッキーやん。うまっ。ちなみにあんこうが一番美味しいとこ、ここ。すごい。コラーゲンのね、柔らかいとこもあるし、ちゃんと歯ごたえもあるし、身の感じもある、ちょうどいい。うまいね。え、これが鍋にも入ってくる。入ってくる。え、なにあれ。ドキッとした。ドキッとしたわ。今ドキッとしたわ。ずるい。そんなみっちゃんにキャバありがとうございます。欲しがってたから。ラーメンうまいね。うまい。ありがとうございます。こっからじゃあ鍋ですか。うん、次は鍋だね。またあるんですか。ありますよ。こっから出汁引くから。出汁引く。今何時だっけ。今11時41分。出汁引きます。本出汁にしようかなと思ったんだけど、せっかくなら、ちゃんとやりたいなと思って。いや、そうしましょう。それがみっちゃんですからね。なんで出汁引きます。はい、お願いします。はい、やっていきましょう。よし、沸く前に、沸く前に取るのが、そう、昆布はね、めっちゃもういい香りね。え、昆布の香りってなんか落ち着くんだよね。沸騰させた方がいいんですか。沸騰する直前だね、昆布直前。水出しでするのもあるじゃないですか。そう、水出しで取るのが一番昆布出汁は美味しい。ただ時間が6時間から8時間まあ前日に入れといてみたいな感じでやるよね。その方がすごい、あ、なんだろう、雑味がない昆布出汁が取れるから美味しい。美味しいです。でからの沸いてら沸いてら沸いてら沸かせなきゃいけないんだ、やっぱり。そう、沸いて、もうこれでね、多分97度ぐらいあるから、これで火を止めて、はい、火止めて、火かけっぱなしだとダメなんですね。そう、かつお節を入れる。うわ、花がつお、花がつお、うわ、言えますね。うわ、いい香りしてきた。これテンション上がるね。これテンション上がるよ。築地の匂い。浴びてる浴びてる。うわ、じゃあ、はい、気持ちいい。まだ行くんだ。これは、ね、結構海に入れるんですよ。うわ、いい匂いだ。で、すぐさまこします。はい、このいい香りも優しくやるんだ。なんか鰹節をね、あんまり焦がさない方がいいんですよ。端に寄せて。おお、おお、で、うわ、いい香り、いい香り、いい、よろしいじゃないですか。うまっ。いや、いい色。これを味付けて食う。食う。うん、生出汁の味を見て。生出汁って言うんですか。全然味をついてないですね。
上出来です。このままでも全然うまいわ。本日は3つの味噌を使って合わせていきたいと思います。さすがみっちゃん、3つで3つマングローブで。え？いってらっしゃい。ご褒美。ここね、うん、味噌は、うん、はい、これは白味噌？これ白味噌、うんうん、白味噌、赤味噌、田舎味噌、うん、合わせ味噌ってやつだ。そう、味噌ってね、合わせれば合わせるほど美味しいんですよ。へー、それは白と白とかじゃなくて白と赤。そう、白と赤と田舎とか。そう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 、白は甘みが強くて、うん、で赤は香りと塩味が強いんだけど、うん、そこを白とこのバランスを取る。なるほどね。そう、田舎味噌は、田舎味噌は基本もう子供の頃から田舎味噌じゃん、うんうん、だからこの田舎味噌の記憶、なんか馴染み、うんうん、つなぎみたいな感じで。ああ、確かにね、そんな馴染みにないもんね、この白味噌は。そうそう、 白、 白、そうそう、まあ関西とかね、東北の方は、うん、赤味噌白味噌がベースになるんだけど、うん、めちゃくちゃお腹減ってるのですけれども、今は何時でしょうか。12時12分。日付変更線超えた。何度も言うですが、今日貸し切りでよかった。貸し切り確かに。そうだね、うん、調味料的には、はい、魚料理なんで酒を入れます。うーん、魚料理に酒を入れるっていうのは何かポイントがあるんですか。酒、あのね、やっぱ魚と酒ってすごい相性が良くて、うん、こういう出汁系の時は酒を入れた方が圧倒的に美味しくなる。うーん、うまみにずっと旨味をプラスしてるもんな。これは、これみりん。みりん、うん、ちょっと白味噌とまた違った甘みがある、うん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 、で濃口醤油ちょっと香りで入れるっていう。うんうんうん、一旦ざっくり味をつけたんで、うん、で一回味を見ます。白、白ですね。いや、めっちゃいい香りなんだな。甘みがあってもいいかなって感じだった。全体的に今ちょっと薄いんで、うん、バランスは良かったんだけど、うん、もうちょっと濃くして。どこを見てそのプラスをしてるんですか今。味を見て、うん、甘みと塩味、香り、うんうん、をこうバランスを見て、うんうんうん、何が足りない何が足りないっていうのをこう導き出すんだよね。すごいよね、みっちゃんいつもそれ瞬時にペロペロってやるだけで、しかも粉と野菜も入ってくるから、その水分量とかも、そう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 、計算したりそうするんですか。しますよ、そりゃ。そりゃ、そりゃ、そりゃ、ちょい気持ち濃いめに作っといて。あ、いや、でもね、鍋ってほらこう、沸かしながら食べるから、そっかそっかそっか、ちょっと薄めの方が鍋が美味しいんです。あ、そうなんだ。確かに変化も楽しめると。そうそうそう、どうしてもね、やっぱこうずっと沸かしてるからさ、煮立っちゃうんだね。そうそう、濃くなっていくからこう、うん、これで、うん、こっからです。え、こっからなんですよ。はい、あんこう鍋、こっからなんですよ。あんこう鍋、あんこう鍋作ってたんだ。確かに味噌汁かと思ったね。はい、あん肝です。いや、量、量よ。バグってない。せっかくだからね。いてててて、いてててて、つま先が、つま先が、いちそれも、それ飲んだらもっともっと、それ飲んだらもっと1位傷んでる人いる。トゥースが、トゥースが、トゥースが、トゥースとか、プリンツ体が、プリンツ体が、え、ここに溶かし入れるわけですね。ちゃんとこしてくんだ。そうなんです。へぇ、丁寧だな、うん、あん肝がめちゃくちゃうまくなる。あ、出汁が、しかもこすんだ。あんなにいっぱいあったけど、これまだ使うってことなんですか。あん肝はあん肝で食べたいじゃん。へぇ、1位あん肝はあん肝で鍋で食べたいじゃん。
これはあくまでも出汁ですから、出汁用の。すごいな、すごい、スープパンパンになってきたけど野菜入る、ね、順番で食べよう、うん、そんなこともできるんだ、すごい丁寧な仕事だな。こんなキャンプ場で裏ごしするおじさんいる？ねえ、ただ今12時17分だこれは楽しみだ、うん、じゃあ楽しんでいきましょう。これスープだけでも、ああファイストインプレッションも大事だからな。そうだね、今のスープも飲みたいな、これ一旦想像して、一旦想像して、これ野菜入ります、うん、野菜の旨味入ります、うん、あんこうの骨のね、旨味、うん、身から出る旨味入ります、うんうん、それの雑炊どうよ、ヒリオドの向こう行こうとしてえ、雑炊、それの雑炊どうよ、今日4時までやる気これがね、やっぱあん肝の、うん、肝でございます、ね、そう、あんこう鍋の醍醐味はここですね、うんうんうん、あ、それに合わせた味噌とこの調味料の加減の、そう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 、すごい丁寧に、このカスでもね、いっぱいいけそうだもんね、これでいいじゃん、いいじゃん、2号はいける俺これで2号はいける、ちょっともう日本酒も始めていきますか。そうだね、日本酒始めてこうよ、本日のラインナップ松野井さん、松野井さん、こちらちゃんと十日町のお酒でございます、はい、一升いいですね、一升ありますね、足りるかな、足りるかな、でもう一個、もう一個もらって、ピャン、天神、天、なんだっけ、天神林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 もうまいんだよね、林知ってる、林さん、いや、美味しい、どっちから行く、山本君チョイス、ペアリングお願いします、ペア純銀だからこっちの方がいいかな、うん、特別本醸造で、あ、いいね、ちょっと辛口な感じで、うん、あの合わせていく方がいいのかなと思います、確かにね、味噌だしね、うんうん、中だけで気持ちよくなってきたら天神林に切り替えてね、行きましょう、それじゃあ行きましょうか、うわ行きましょうか、お願いします、お願いします、まずは、はい、骨部分を入れて出汁を取る、出汁を取る、うまそう、見てくださいよこれ、肝、この中に肝何グラム入ってるんですか、この方めちゃくちゃ入ったよね、100グラム入ってるんじゃない、うん、さっきペロッとしたらもうね、ね、中毒状態だもんね、ね、依存症だもん、ね、うん、小指痛いもん今早く、早くもう一回ペロッとしてるそう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 、アンコウナビ依存症、依存症になってる早く、早くくれこれまた部分部分でまた美味しいですからねえ、なんだこれ、これがあんこか、うめえぞー、これがうめえぞ、うん、でも次はあれか、はい、日本、日本ですよ、じゃべえ、おはよう日本、おはよう日本、これでねちょっと火を入れて、入れて、これまたあんこの出汁が出てますから、うん、はい、うん、強火に、ちょっと強火にします、はい、なんか取る、あ、そこにさ、あん肝あるでしょ、うん、はい、あざすあざす、ええ餅、あざす、おい、待ってくれよそんなにジップロックにあん肝入れるのみっちゃんぐらいだよ、あん肝を入れてく、そうでしょ、全部、えこれぐらいはやりたくない、正直これはもうまっしぐらいよ、ねえ、管理栄養士のうちの妻がみたいな、もう
不妊です。本当だよね。地球ですよ。管理栄養士なの。そう。すごいね。これで、うん、ネギの香りもね、はい、入れときましょう。何ネギでしたっけ？下仁田ネギですね。下仁田ネギ。先ほど調べたら、うん、群馬県、はい、神楽郡の下仁田町のネギでした。なるほど。それではみっちゃん特製のあん肝鍋が出来上がる前に、あん肝鍋と言いましたらこちら松野さん入れていきましょう。本上蔵。本上蔵。それではこの素敵なシエラカップで飲んでいきたいと思います。ありがとうございます。まあ絶対合うぞこれは。いや味噌だしね、これぶっ飛ぶね絶対。いや楽しみだね。いきます。YouTuberだよ。ご縁シェラに注いでいく。ありがとうございます。いやご縁ですね。ご縁ですね。みっちゃんと会ったのねえ素敵よ。本当に出会えてよかったです。本当に本当にそうですよ。ありがとうございます。本当に出会えてよかった。そんな出会い方あるんだ。本当に出会えてよかったよね。思いのだけを思いのだけを人生楽しめた。たぎってきた。行ってくるな。飲みましょう。イエス。イエス。山田さん、じゃあまたよろしくお願いします。お願いします。それでは、もう美味しそうなこのあんこう鍋を目の前に、はい、もうあんま頭が回らないんですけど、時間がね、時間がもう。とりあえずみちゃん、今日はありがとうございます。とんでもございます。こんな素敵なご縁に。うん。うん、これはいいぞ。これは合うぞ。これは合うぞ。これ家でガンガン飲むやつじゃん。晩酌ちょうどいいね。ね。いや超合うと思うマジで。新潟のお酒って感じがして、もう食べ物に合う系。どうでしょうか。そんなこんなで、はい、あんこにも火が入ったようなので、はい、食べていきましょう。いただきます。好き取っていただいて、ああ、はい、ちょっとね、出汁を入れた方がいいかな、うん、あ、出す。ああ、でもそうちょっと出汁だけ入れさせてもらって、ちょっと器がね、器があのマイナスの温度になってるから今マイナス2度ぐらいあったけえね、でも今日あったかい。うん、いただきます。うん、まっスープなのにちゃんとこの裏ごしした肝が、そうね、舌触りとして入ってくるのがいいね。うわーこれやばいわ。量としたらお味噌汁の最後の飲み終わる寸前のなんかあのああ麹のね、そう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 、あれがずーっといる感じ、うん、ああこれはうまい。ちょっとあんこも食べていきましょう。もうつついちゃってるんですか。もうつついちゃいましょう。つついましょう。いただきます。あ、これヒレ、これうまい。これもぜひ食べて。あ、肝もいる。あ、春菊うまっ。いや。あ、肝でか。肝でか。自分で切ってきたけど肝でか。美味しいところ。うん。うまい。うわこんななっちゃうの。いやこれうまっ。うわあごよ。うん、うわっ、うん、肉だね、うん、ゴリゴリね、うん、めっちゃうまい。こんなことあるんだね。あのあんこうさんがやっぱね、不細工な魚うまいんですよ、うん、
うまっ。クエしかり。うん。肝いっちゃっていいですか。いっちゃってくださいよ。日本準備して。はい。いただきます。いただきます。いただきます。やった？やった。やったよ。やば、肝。うわ、俺も来て、キモ、こんなでっかいのある？いただきます、うん、うわ、やったこれはね、もうね、背徳を超えた。え？今何時？1時12時44分42分44分42分ざっくり1時ですよ。これ2やるよ、うん、3口分あるよおつまみで出てきたら。そうね、肝うまっ。うーん、溶け方半端ねえちょっといいっすか、いいっすか2人とも忘れてないっすか、なんかなんだめちゃくちゃ忘れてる。忘れてる。もうさっきからずっといつ言おうかなみっちゃんもそういうことも事務所入ってやめちゃまったのかな。やめてうまっ、うまっ、めちゃくちゃうまいわ。これ何の部分？それはね、ヒレ。ヒレ、これも食えるの？うん、ヒレ、皮がめっちゃうまいから、あんこはやっぱ魚は皮目がうまいもんね。うん、うん、とろっとろ、うん、うん、すごっ、うまっ、うまいね、うん、肌プリンプリンね、これあんこう鍋ってうまいね。うまい、うまい。そしてまた肝に帰ってくる。ちょっと下ネタ行かしてもらいます。あ、嬉しい、行かしてもらいます。何のそれ食べる？うまっ、うん、うわっ出た、キモい、キモい、キモい。いや、春菊行かしていただいていいですか？どうぞ春菊うまいぞ。春菊最初にペロッとしてたから。うまっ、うん、ビクさん、えのき絶対うまいでしょ。いや、えのきうまいよで、このね、なんだっけ、毛細管現象で、うん、うん、あ、染み込んでね、染み込んでるから肝がいっぱいついてるからね。ねうまそう。え？何？これも食える？そういけるね。さっき入れた豆腐、豆腐、あ、うん、もういける？豆腐いけるよ。ボンバイへ、いただきます。うん、お願いします。えのき。ボンバイへ。えのき。ボンバイへ。えのきやばい。えのきやばい。あ、みっちゃんの、みっちゃん見てからね。みっちゃん、みっちゃんのえのき見てからじゃあ。すごい歌うじゃん。えのき、ボンバイエ、えのき、ボンバイエ、えのき、ボンバイエ、えのき、ボンバイエ。えのき、ボンバイエ、えのき、ボンバイエ、えのき、ボンバイエ。ボンバイヤウィーだと思ったよ。お疲れっす。お疲れ、お疲れ、お疲れ、お疲れ。何やってもこうだったじゃん絶対俺が今何やってもこのリアクションだったでしょ。いや、今のね、もう
おい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 、いやそれも本物じゃない、本物じゃないけど、セリちょっとちゃんとするね、うん、セリは火加減が大事だから、うん、はい、どういう火加減がいいんですか。入れすぎちゃうとセリのこう香りが飛んじゃうから、うん、割と香味あるもんね。そう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 、日本酒もいる、日本酒もいるから俺らもないな、よし、次ます次ます次ます、イエイ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 、超入ってるあれ超入ってる、はい、コシュゆっくり松の井コシュ、松の井コ年コシュ、5年コシュそんなに、うん、宮本あーどうぞ、よいしょ、おます、いただきます、当たってる当たってる、俺の指に当たってるんだよセリーヌ、セリーヌディオン行こう、ちょセリー行こう、香りやば、うまっ、うーんセリーね、これだよね、この香味野菜がもう好きになったらもうおっさんよねみょうがとかも大好きやもんね、うん、だいぶおっさんよ、うん、うまっ、押し入れの香りするわかるわかるそれね、俺ねずっと言ってんだけど、うん、誰も共感してくれなかったんだけど押し入れの香り初めてだわ押し入れの香りする、押し入れと、新しい畳わかるわかるうまっ、うめぇ、押し入れの香りしないわかんないまあでも田舎な感じがするね、うん、うん、うめえ、まあいい香りってことよ、うん、うん、なんか懐かしいとか、うん、そうね、これ1時に食べる料理じゃないよ ね本当にみっちゃんが今日シュート始める前に言ってた、今日多分2時に終わるぞ巻いて俺11時かなと思ったけどただいまの時刻1時1分ありがとうございます、ちえ背徳鍋ですね、もう僕らの方はね、うん、ここら辺で、うん、この鍋をつつきながら終わる感じにしますか、うん、締めまでいかない、うん、ですけども、みちゃんの動画の方では締めまで、うん、締めまでいきますよ、あるんで、あとね、まださっき締めた、うん、昆布締め、昆布締めが、昆布締め、昆布締めどっちで、どっちで、みっちゃんの方で、昆布締めどっちどっちみっちゃん、オッケー、じゃあ昆布締めもみっちゃんの方で、そう、昆布締めからの締めの雑炊、雑炊、雑炊、でも米炊いてないもんね、米は仕込んできました、朝しこ、朝しこ、朝しこ多分米炊けないなと思ったから、うん、もう朝ジャーで炊いて、うんうん、持ってきてる、ベテランだ、さすがに分かってるね、いや、そんな、うん、僕らのしがない動画も終了なので、はい、ぜひみっちゃんの方で続きをご覧ください、ご覧ください、ご覧ください、それではありがとうございました、ありがとうございます、うーん、バリューバー